ええのか塩入り温泉。お疲れ様でした。また明日。こっちの方がちょっと刀の香りなんだ。今の刀は刀やけど。こっちのイメージはありますね。刀って言ったら。人によってはここになんかついてなきゃいけない。ライトがどうなんだ。まあ別にいいやと思って。中途半端やな。めちゃなんぽられる。あえて中途半端でいいかなって。あんたと人と違うのが撮りたかったってだけなって。すごいわかりますね、その気持ちが。今から長野に弾丸で帰られるラッチ。じゃあ弾丸でうどん食いに行くやん。うどん。今日もお願いします。はい、お願いします。うどんツアー2日目でございます。スーパーホテル丸亀店さんで一泊しました。今は GoTo キャンペーンもあって3980円でお得に泊まることができました。朝食付き7時で、ね、朝食の待ち合わせをしてたんですけども、のりさんがね7時10分に電話くれて、それで飛び起きたっていう感じで遅れまして申し訳ありませんでした。受付するときにマスクをですね、朝食の時につけてくださいって言ってもらってたんですけども、持ってくるの忘れたんで一回取りに帰って、そこから朝食アルコールして、さあいざ取ろうかなと思ったらポリ手袋もしてくださいって言われて、このご時世なんで仕方ないんですけども、僕の寝起き感と食欲の天秤がそこでかけられまして、朝飯いらん、それやったらコーヒーでいいとなりまして、昨日あそこでということで、ちょっとコーヒーだけいただいたんですけども、タケさんもね持ってくるの忘れてたみたいで、まあ僕も忘れて、その辺忘れへんのりさんさすがやなと思いましたね。決められたルールなんでしっかりねこっちがやればいいんですけども、朝食の時に使うものなんで、そこで手渡してくれた方が効率はいいんじゃないかなっていうふうに思いました。係の人がねじーっと見てはったんで、そのじーって見てるんやったらそこでマスク手渡してやっていただくと非常にスムーズなんじゃないかなっていうことをアンケートに書かせていただきました。さあじゃあ今からですね上等うどん行こうと思います。香川県のもう西の方、もう一番西の方になりますんで、こっから1時間近く走ります。ツイッターで確認すると8時からオープンしますっていうことでしたので、もう空いてるのは間違いないと思います。まあこんなご時世なんでね仕方ないんですけども、バイキン扱いされてるような感じですよね。マスクしてアルコール消毒して手袋して、これアルコール消毒いる？アルコール消毒して手袋アルコール消毒をして手袋をはめて朝食を取る。アルコール消毒して手袋ですよ。この手袋はどこさんですか？手袋してアルコールじゃなくていいのか？その手袋は 100% 安全なのか？どうなんだ？その方法でいいのか？海に出てきたということはもうすぐ到着。よし、1時間飛ばすぞ。遠いとこから来ました。アホでしょ、もう。ありがとうございます。頭壊れてるんで、うちら。帰りは島南とか遠いの？高松から船。ああ、そうですね。はい、僕、徳島まで行って、徳島から船乗って渡りました。じゃあ、どっか泊まったの？昨日、丸亀の駅前で、これ次の取り組んで。ああ、定番ですね。今は美味しい。昨日は四国から島で登ってきたけど、もう大渋滞。行かなかった。さっきのSV 乗ってた子もカルスト上がってた。カルスト言ってましたね。天気はね良かったんですけど。そうですね、天気は良かった。今日はうどん屋さん巡りで。お盆やけどうかなと思ってたらやっぱあれとなんですね。結構開けてくれても。
情報サイト。はい、はい、見ない。左に入る。だけど選んでたから間違いないなと思ったんで、僕もです。そんな食い方やばいっすね。先輩のやることちゃんと見てたんだ。勉強だろ。あー、うまい。あ、来てよかった。二刀流だ。走れた海沿いの方がね。この海に出た滝や気持ちいいっすよね。愛知から来た大学の連れ、今和歌山にいて、姫路の後輩の家、仕事の終わりが200だって、アポなしで気合いに行って、でその足で京都に行って、天下一品の本店に行って、怖い、僕は明日仕事なんですよ、夜中にまた姫路まで送って行って、ラーメンいっぱいに行って、京都まで行って、姫路バイパスとか、吹っ飛ばれるものが嫌だった。天竺とは思わないです。京都、こっちで行ってください。新幹線のことだ。うん。気持ちのものだって。チェーン店は本店主の量が基本やん。麺のサイズのダッシュも。水道もいらない。これ入れなかった。水分、塩分補給。もう、王子さんがもう、完全にもう、うどん味にされてる。うどん味に。うどん三兄弟になってるし。王子さんも昨日、400キロ走ったら行ってましたね。あの人、お店マジしてたやん、去年。浜松でね、ニアミスしたんです、ゴールデンウィークに。宇宙博物館に行くって言ったらね、青かって言うたんやけどね、はい、タイミングが悪かったんや。宇宙博物館ね、自分の予約いるんよ。道具が昼から行ったんや。めっちゃ惜しかったっすね。関東やからなかなか。どっちも行きます。どうですか。決まりましたね。どういうこと。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。いやもうどれだけやれましたか。事件が。チャチャチャーン。チャチャチャーン。さらば上等うどん美味しかった。上等うどんになかなか来る機会がないんで、二刀流だ。タケさんもね、うどん聖人なだけあっていろんな食べ方知ってますね。ゲソ天をうどんの中にねぶっ込むスタイル、今までだしとかに油を浮かせずに飲み干したいっていうのがあって、あんまりぶっ込むことなかったんですけど、入れたら入れたで美味しくもなるっていう、ぶっ込むことも重要だなっていうのはこの度ね思いましたね。なんで海に落としてんねん、グローブを。マジっすか。全新型展望台あ、いっちゃった。おそらくこっちですね。すごいところ。なんだこの気持ちいい道は。上がるなぁ、さすが展望台。お、来たことある。あ、マジですか。トラックで。台車で。台車で帰るか。よし、のりさんありがとうございます。堪能させてもらいます。楽しい。
のりさんからお借りしましたスズキの GSXR125 でございます。非常に軽くて扱いやすいバイクですね。いきなりこれは怖いな。気持ちいいっす。あ、いいっすね。こうニュートラルの入りとかめっちゃいいっすね。うわー、運転しやすい。さすが、さすが紳士たけちゃんまんさん。今日一緒に回ってるお二方はどちらも紳士ですんでね、一緒に回ってて安心です。なんだこの面白さは。のりさん、これもらって帰っていいですか。いいよ。なんかそう聞こえましたね、後ろから。スクーターはスクーターの楽しみがありますし、ミッションはね、ミッションでの楽しさがある。はい、今日一緒に回ってるお二方はどちらも紳士ですんでね。ミッションのいいところは眠気防止にもなるっていう。今のりさん言ってたのはスクーターと眠たなってくるって言ってました。快適すぎるっていう裏目の。あー楽しかった。うん、お疲れ様です。ありがとうございました。楽しんでいただきました。非常に楽しかったです。いきなり下りやったんで緊張しましたけど。永田院かのか、久しぶり。ただもうちょっと並んでるイメージがあったけど、これはラッキーか。並んでないですよ。並んでる。奇跡的ですよ。これただ一体キュータマですか。ああ着きました一服。本当にこのツーリングはね、実現して良かったなと思ってます。